5枚の1週間、ちゃんとありがとうとか言ってきましたか言うようにはしてますよ。おおいいっすね。感謝の言葉だったりとか、天国の言葉だったりまあそ、うん、それとは、それとは、まあまあ、それ、あれは一人言とじゃないですか。そうだね。うん、うん。それとは別で普通に挨拶の部分は。はい,はい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 。 それはするでしょうそう、ね。天国関係なくそれはする。まあまあね、普通にするでしょ。そうだね。おかしいでしょう。ああそれしなかったらおかしいでしょう。<laughs> そう。まあ、ありがとう。ごめんなさい。すみません。するんじゃないそうだね。それはまあ、普通にするけど。まあ、できない人いるけどね。あ、まあ、そうだね。なんか、うん、なんだろうね常。常識ではない、ではない。思ってる人。いやなんか、プライド、ね、なんかあ、プライドの問題で もいると思うなんかその謝るとか、例えばあ、あありがとうはまだだ、あある、まああるね。だけど、ごめんなさいとかすみませんは、なんか、負けみたいな人いるじゃん。あるね。<laughs> 謎の理論。確かに確かに。確かに、確かに、プライドは入るか。うん、うん。言われていると。そう、最近、よりあることない、それ。うん、あ、最近のことなの前からのイメージはない。まあ、昔から、もう最近はさ、なんか、 なんていうか、ツイッターとかティックトクが流行りすぎてさ。うん、じゃあ、例えば、ね、私悪いことしました。アレクサに対してね。うんうん、で私が謝れば多分もういいんですよ。全部解決するんだけど。はいはい、えでも、アレクサも悪いじゃんみたいな。ああ、なるほどね。こう。被害者が加害者になるっていうかはいはい、はい。<laughs> なるほどね。なるほどね。<laughs> まあ、なんか、なんだろうね。まあ、か勝ちたいっていう、こう、なんだろうね。 確かにそせ、そういう精神がなんか増えてるかもね,んうねあ。よくわかんないけど。弱者を装うっていうかさ。あー、なるほどね。いや、私もあの時さ、体調が悪くてさ、関係ないじゃん。確かにね。まあなんか、うん、でもなんか、そこで同情を引いてさ、ああ、そうだったんだ、じゃあしょうがないね、みたいな、わかったよみたいなのを誘いたがる人もいるじゃん、最近たい。確かに確かに確かに。そこ まあ、それもなんか前,前からありそうだけど違う形で、なんかもう人間的に逃げ場として、そをってそう、ようっていう,こう多分 TikTok とか Twitter とかで学んだんだよ、より多くの人が。あより早めに、早めにこうそうそうこうすればいいんだっていうのを学んだ結果、そういう人が増えたんだと思う。ああ、なるほどね。そこがもうなんか、<う>まあ普通にやるもの、なんかたまに人がやるものから、なんか普通のそう。 なるほどね、まあそれとは別で<う>なんか他にな何か言葉、天国の言葉。あれは八個の言葉なんだけど、あ,あれは一人言だから、口癖ではないんですよ。あなるほどね。一人で全部言うことだから。はいはいはい。い普段から、なるべくいい言葉を使う。はいはいなるほどね。うん、どうだった使ってた。さすがに一人は 言わなかったんですけど、なんか鏡に向かってこう、うん、言わなかったんですけど、うんうん、ちょっとだけ意識するようにはなかったんですよ。うん、あの、完全にこう、一発でこう、全部、単してこう見えれるようには、あの、できなかったんですけど、まあ忘れたりとかもしてたし、でもなんか一番だ。口癖あった。ん口癖あった。あ、これ、あ、やめようって。口癖あった。えっと えっと、僕、なんか口癖までかどうか分かんないんですけど、あの、まあ、たまに言うやつで、で、周りが絶対にみんなんか言ってるやつで、ちょっと気になったのが、まあ、多分一番分かりやすいと思うんですけど、まあ、疲れたっていう言葉。ああるね。そう、なんか、あの、例えばこう、えー、なんだろうね。まあ、特にこう、仕事で、 よくあるもんですけど、うん、なんか、うん、あの、うん、仕事ちょっとしてて、してて、で、ちょっと休憩に入って、うん、誰かと、なんか、あの、まあ、誰かの隣に座るとしたら、その、こう、共有、うん、スペースあるとしたら、それに座って、うん、その、大体、その、第一声は、疲れた、どうですか、みたいな、こう、なんか、そのお疲れ様とかじゃなくて、てそう、なんか、仲いい人と、 なんか、ああ、みたいな、ちょっとこう、休憩に入って、あ<ー>あ、疲れた、みたいな、こう。そうなんだね。それが、なんか、たまにあって、で僕もなんか、普通にこう、なんだろうね。うーん、なんか、その前の日、よく、ね、眠れなかったから、うん、こう、誰かとあど、なんだろう、動と会って、ああ、今日疲れたな、みたいな、こう、言うのがもう普通だったから、<ー>それにもう少し、こう、うん、あっ、 これもなんか変えた方がいいのかなっていう意識したぐらいかな。一番。そうだね。確かにそうだよね。話題のさ、入り口がさ、疲れただとさ、もう疲れたの話になっちゃうじゃん、最初から。まあでもなんか、その反面、なんか例えば動機が、あ、今日めっちゃ疲れたわみたいな言ってて、え、どうしたのって言って、それで、あ、いや、昨日さ、みたいな、あの、まあ飲み行っててみたいな。 でこういう話もあってみたいな、それでこう、うん、話も広がることもあったから、うん、なるほどね、みたいな、こう、その場合だったらどうしようかなっていう、こう、ちょっと例外かどうか分かんないけど、そういうこともあるから、こう、話が広がる、いいは感じに広がるっていうのもこともあったから、それで、だから、うーんって、ちょっとわ、うーん、なんだろうね、よく分かんなく,な,な,んか分かんな,くなった、とう思いますどう思いますか。 と思うけど多分それだとさ、例えば誰かが隣に座って、うん、ああ、疲れたってくるじゃん。うん、なった時に、アレックスさんが疲れてるか、疲れてないかで変わると思う。うん、あーなるほど、ね、アレックスさんも疲れてたら、もう話したくないじゃん。もう、ああ、ね、そうね。僕もなんだよみたいになるとさ、もう一気にもうそこから始まるじゃん。ね、ちょっと聞いてよみたいな、ね、もう最近大変でさ、みたいな。もうすべてがもうネガティブっていうか。うん 確か,確かに確かに。で、アレックさんも疲れてるから、余計疲れるから聞きたくないみたいな。なるほどね。確かに。そこはそれ一理あるわ。そう。<ー>アレックさんにこう、委ねられてるじゃん。どうするか。はいはい、で、アレックさんがね、元気とか別にいいことがあったとか、あ、なんどうしたのみたいな。うん。ない、ね、みたいな。聞ける余裕があるじゃん。うん、確かにね。確かに。それは、そう言えてる。<laughs> それすごい言えてる。そう。そうただ、最初に、あ、最近どうみたいな。元気があったらさ、質問だから、 始まりがマイナスじゃないじゃん。元気みたいな。そうだね。どうよみたいな。どうよみたいな。どんな感じよみたいなさ。どっちでもないじゃん。プラスでもマイナスでもないじゃん。そうだね。まあそこは、なんか、なんだろうね。まあマイナスから始まってないから、まあもう、普段よりいいっていうことなのかな。そうか、そっか。いい、いい見方かな。いいですね。あるよね。でも疲れたわ。あるよね。 それ一番かななんか、まあ、特にこう、まあ、仕事上でよく言う言葉としてはあるんだよね。ねうん、それ以外にあんまなんか、そもそもあんまり覚えてないんだよね。一番こう、そこがもうなんかありすぎて疲れたっていう言葉が。で、感謝とかも、感謝とか、謝罪とか、まあ、それよ,よくあるんだけど、それ以外はなんか、そ嬉しいだっけ嬉しい、としあ、ど、うん、せ、なんか他に何だ、うん、楽しい。楽しいか。うん。でも、あれだよ。 そのアレクサ何か勘違いしているかもしれませんが、うん、その8個の言葉を日頃から使うんじゃなくて、<う>その普通に会話をするときに、嬉しいとか楽しいとか、うんあの、いいよねとか、別に何でもいいにすごいとかを使えばいいだけの話であって、うん、あ,あの8個はただのセットだよ。一人で自分で読むためのセットだから、ねねね、それをばらして使いなさいっていう話ではない。 なるほどね。なるほどね。ではない。その面白いね。なんかいいことがあったら、ああよかったねとか嬉しいねとか言えばいいと思うけど、それだから使うっていうわけではない。ううん。なるほどね。でもなるべくね、使った方がいいよ。そのいい言葉。はいはい。そうだな。今日楽しいよねみたいな。今日いい天気じゃないみたいな。確かにね。そういうこう、なんか普段楽しい。 楽しいけど、それ言わないんだったら、なそう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 。普段の使う言葉と、あとは声のトーンらしいよ。あ、トーンは大事だね。声のトーンをちょっと高くする。低い声であってもちょっと高く話す。こんな感じで。はいはいはい。だけど、アレクさん最近、最近どうみたいな感じだと、いや、なんか、はみたいな、なるっしょ。うん、まあなんか、どうしたのアレクさん、なるよ。どうもアレクさん。元気ですか もう、なんか、なんていうかさ、元気が感じられないじゃん。もう、そうだじゃん。あ、いいオッケー ?OK。大体こう、人間って合わせら合わせちゃうそそそそそううううれなんだよ生き物だから、相手がそう意識いいテンションだったら、まあ、返すわけだから。そう、強い方が引っ張るんですよ。そうだね。そうだね。うんでそれをぶっ飛ばせるぐらいの人もいるじゃないですか。 そうな、な、なんだろう気出したよみたいな人もいるじゃん。そういう人大好き。もうなんか、わかるわかる。そう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 。の人を目指した方がいいんだよ。そうだよね。そうだよね。そう。わかる。じゃないとさ、アレックさんが声のトーンの低い人だったら、周りの人があんまり話しかけたくないから、今ちょっと余裕ないから、アレックさん今日話しかけない方がいいみたいな。 んだろうね、なんか、その、僕がそういう、こう、常にテンションの低い、トーンの低い人だったら、その相手がそれに合わせないといけないから、そ,そっちのエネルギーを、こう、うなんだろうね、こっちがもらってるっていう、もう奪ってるっていうイメージになるから、そうだね、うん、一緒に下げちゃってる感じだ、ね、そう,そう,そ,う,そ,う、うん、そうだよね、そうだね、まあ、それもね、それはね、うん、意識が、意識しないと難しい。 そうだよね、朝からさ、そんなんできないじゃん。できない。だから、たまにこう、まあ、普通にこう、なんだろうね、えー、出社してで、エレベーターの中でも、急に雑談を始めて、<laughs> うん、昨日どうしたのみたいな、<laughs> なんかこう、すごいこう、元気に話されることはあるんだけど、<laughs> やっぱこ,うこの人たちすごいなっていう、こう、うん、あるんだよね。し、う、ょ、ん、っぱなで、それできたら最高だよね。 最近のこう結構なんだろうね早起きに努めてるので、うん、あのようやくそれをあの、まあ、なんだろうね前は結構ギリギリまであの寝てで,できるだけ早,早くこう準備して出社したから、うん、まだそう余裕が生まれてないわけで目も覚めてないしで最近あのもう少しこう早起きもう少しって言ってもなんか 割と早起きで、なんか2時間半、うん、出社する2時間、二時間半前に、あの、まあ、起きるようになって、それでま、2時間半でさすがに目覚めるから、それでも出社したらもう、まあ、なんだろうね、元気モりモりモ,モードで、行ってる。そうそう。わけだから結構、なんだろうね、そうそうあの、うん、自分の雰囲気と周りのこう、反応だったりとか、 いい方向しかないんだね、そこは。そう、きっかけがね、うん、みんな違うから、うん、で、自分に合ったきっかけを見つけるのが一番早いと思うんでね。うん、そので、朝早く起きるとか、うう朝起きてコーヒーを飲むとか、なんでもいいんですよ、基本的に。うん、でも、アレックさんが早く起きてるから、うん、じゃあ私も早く起きてやってみようってなって、あ,<の>あ、元気にならないでしょ、何、アレックさん、それは違う。 そうだよね。そうだよね。そうだよね。正解がないから。うん。まあでもそこをゲッ気になるのみたいな。うん。みたいな。いや、キングダムハーツ、すると元気になるんよみたいな。えみたいな。あ、そうなのれでそれ聞いてるならならなね。なんか、独特だねみたいな。まあみんな多分、そういうこうちょっと、独特なことあると思うんだよ。うん。なるほどね。それが、正解がないけど、間違いもないんだよ。うん。

なんか僕ら,僕らたなんか話してる日本語を勉強することもなんか自分に合うやり方が一番大事でこれが正解だこれや俺やってるから絶対やった方がいいよって言われてもみんなに会うわけてそれと同じそうそうそうやってみて違ったら別のことをしあ、これじゃないんだってなって気づいたらなるよねそうただそれが1日とか2日だと早すぎるから もうちょっとやらないと。そう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  <laughs> ねいきなり始めたことができるようになるわけないんだから。うん,うんうん。ねいやアレックスさんのやり方はちょっとダメでしたみたいな。え、やったのいや、昨日ちょっとだけみたいな。はみたいな。<laughs> 何昨日ちょっとだけ。そうそう,そう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 。<laughs> そうだから。うん、まあ、それそれと同じような感じだから、そうだね。うん、そうだよ。いい学びになりました。そうなんかね結局は、 自分を信じましょうっていう話だから。<laughs> 深いね。うん。まあそう、まあでもそうだね、うん。だって人を信じたところでさ、うん。どうにもならないじゃないですか、それは。うん、まあなんだろうね。自分が自分を一番分かってるのに<で>他人の意見聞いてもなっていうのね。で,で、ああ楽だけど、確かに。誰かの真似すれば。 で、失敗したらね、自分のせいじゃないじゃん。確かにね、そのせいでできるじゃん。じゃ、あうまくいったら何アレックスさんのおかげなのそれは。何ですかってなるじゃん。確かに。あの、自分がその、うまくいくように努力したのに、そう。おかげになっちゃうっていう。そう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 。て、もちろん楽なんだけど、やっぱ楽な道は続かないよ。そうだね。あの、 続かな,いな,なんだろうねあの学校で義務教育あるじゃん。それをこう強制されて、うん、絶対これを学ばないといけないってなってそれで結構みんながちょっと抵抗あって学びづらいじゃないですか。うん、だけどいざ自分から何かを勉強しようとして。 なんか、普通に YouTube で、これ、なん、な、どういうことなんだろうってなって、それで、なんか、1時間のドキュメンタリー見て、これ、めっちゃ面白いわってなって、学び、なった時点で、自分から探しに行ったから、なんか、学びやすいし、受け入れやすいし、<う>なんか、達成感もあるし、みたいな。それと、なんか、似てる感じかなと思って。う,ね、うん。うん、やっぱ、自分がやりたいことがあるんだったらさ、それ、やりたいのって自分じゃんね。うん 一緒にやろうよとかいらないんですよ、正直。一人でやればいいあ<ー>じゃあん、別に。ああ、なんか一緒にキングダムアーツやりましょうよみたいなさ。いや、一人でやればって。うん、やりたいのはあなたでしょって。<laughs> まあまあ、まあ、あの、友達がやり,やりたいならばいいんだけど、強制する、他に<う>を強制することもない、ね。そうそう。ていうかね、はい、別にしたいときにすればいいから、許可もいらないし、ね。なな何かの、何かの、 経験談ですかいや、<laughs> なんていうかさ、まあ、日本に多いっていうのもあるけどさ、うん、確認する人たち多いじゃん。え、これやっていいんですかみたいな。え、これいいのああ、ね、これしてもいいですか、ね、みたいな、うん。え、許可取りすぎじゃないって。うん、もちろん許可取った方がいいこともあるよ。うん、あるけど、<laughs> それ別に許可取らなくてもいいじゃんっていうことが結構あるじゃん。そうだね。なんか、僕結構そうなっちゃったんですよ。結構。 ああ。科を取るようになっちゃったんですよ。ああ、染まったね。そう、染まっ,染まっ,ちゃったね。そうそう、なんか、なんだろうね。今日も普通になんか今、ずっと思い出す、もう、んもう例、例何個かこう、思い出せるぐらい、なんか、い、いらないな、この教科だけど、もう、聞いちゃおう、みたいな。割とあるんですよ。細かい、<ー>どうでもいいこと 何何聞いたのじゃあ、例えば今日。いや、めちゃくちゃ、あの、どうでもいいことを、こう、例えば言うと、えっと、なんだ、なんだっけな、ドキュメントを書いてて、その、現在の、<れ>まあ、そうそうそう、<laughs> ドキュメントを書いてて。あのー、そこは、まあ、なんか今のゲイストのゲームの中の仕組みの一部を、うん えーまあ、先方の方に送らないといけないからそこの今の状態をまとめて送らないといけないそこが、あのー、なんか密に分けられてその流れがその処理の流れを密に分けられて、うん、で、あのーえー、一番表現しやすかったのは、えっとまあ、図を作って3つの図を作ってそれでこうその流れを見れるみたいな。うん、で、あのー、そのほ 一つの図に補足が必要だったから、その下に、うん、あのー、なんだっけ。まあ、その、そのなんかその中の図を、こう、なんだろうね。あのー、は、判例判例だっけ判例じゃないや。えっと、まあ、なんか、この、ここれはこの区域、うん。あるよ。あるあれ。判例かあ。をつけたくて。うん、で、うん、あの、なぜか、わざわざ、その、担当者にその、確認していただく。 予定だったの人の確認を先にとって、この判例の方は、うん、図の上か下の方、上の方か下の方か入れた方がいいですかっていう、こう、うんうん、僕の中でもういらないぐらいの、あういうね、まあどっちでもいいっていうのは。確認じゃないの普通の確認じゃないの上か下いいか確認する前に、確認する前の作ってる段階で、うん、あの、その細かいところの ちょっとまだまだまだ終まわまってないですけど、その、こちらの1位はどう、どうですか、なんかどうすればいいですかっていう、こう、で、答えとしては、あもう好きな方でいいよみたいな。あ、OKOK ってなって、それをなんか2回ぐらいやったんですよ。違うところで。<ー>で、やっぱ。それはまあいいんじゃないいいんですかそれは。なんか僕結構余計な連絡だったなとず <laughs> っと思って。形式がさ、うん。わかんないのかなって。 そのどっちの方が見やすいですかっていうさ、その単純な話だったりとか、うんうん、その別にそれはいいんじゃない聞いても。おじゃあもう多分、もうあれなんですよね。もうあるかもしれないじゃん。会社のさ、書式が。うん、いや、うちはこういう感じでやってるんでって、一応確認はいるじゃん。うん、まあそうだね。そう、許可っていうより確認じゃないそれは。あまあ、許可ってこれしてもいいですかとか、あ、まあそ、そうか、ね。さん、ここでコーヒー飲んでもいいんですかみたいな。なるほどね。 なるほどね。そう,そう。なんか、たぶん、なんか、ここに居すぎて、逆にこう、何が普通なのか普通じゃないのかって、もう分かんな、わかんなくなってるかもしれない。まあ、空気を読み始めたんでしょうね。うん、よくわかんない、もう。自動運転。<分>うん。周りの人がやってるからさ、まあ、やるとか、うん、周りの人がやらないとかさ、うん。うんうん、それがこの国なんですよ。<laughs> 多分だからみんな特に何も考えてないと思う。ま、なんか意してい。周り,て周りの人がやってたら、オッケーだし、うん、やってなかったらダメなんだなっていう、そういう判断だから、うん、かなり危なっかしいと思うよ、社会全体が。ま、そうだよね、もうこう。まああ、羊とかと変わんないよ。そうだよね。でも、筋会がいない、うん。その、周りの羊だけを、 そうそうそう。だから、羊がさ、一箇所に集まるじゃん。うんうん、1> で、一箇所に集まって、右側にいる羊が、もうちょっとスペース欲しいから、右に行ったら、他の羊もついてくる感じ。出てくるよね。確かに、確かに。あ,あ右なのねみな、うん、みたいな。えみたいな。で、ついてこられた右の羊たちは、ははみたいな。うん、あ、じゃあ,あ、みんな来るから右なんだ。それで、右側の羊も右に行っちゃうそれで。はいはいはい。ああ確かにね。それの繰り返しだから、いないんだよ。 導く人が羊を <laughs> そのえでもなんか行きすぎるとそのなんだろうなんだろうね一人だけが行きすぎるとああってなって戻っちゃうついてこなかったらねそう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 ,うんとか,こうんか確かにね独特だと思うようんそれいい例えだね バラバラじゃん。んたたたとえあるんですかね。牛みたいな。そもそも牛み、もうなんかな、そもそもバラバラじゃん。<laughs> なんかほぼ鳥レベルじゃない。鳥レベル。勝手にいなくなって勝手に戻ってくるじゃん。<laughs> あの、ハモメみたいなでももちろんその群れはあるよ、一部ね。うん。どっか行ってみたいな。でもその群れから離れたやつが戻ってきたりさ。<laughs> そうね、もう、なんか、アきさんみたいな。うん、そ,うそ,うそうそう。ううん、そういうのもあるから。うーん。何なんだろうね。多分でも、一番、そこにある思想、日本。うん、自信がないんだと思う、みんな。なあーそれは確かに、ね、これやっていいのっていうのがあって、<ー>これやったら周りの人はどう思うだろうとか、うーん。変に思われたくないとか。うーん。 大丈夫かなっていう自信と不安、自信のなさと不安からそういう行動に出てるんだと思う。で、なんかそこ、なんでそうかっていうと、なんか一つの説の、僕の,の説はなんか、うんうん、なんだろうね、その、褒め方褒める方、褒め方っていうか、こう、人を評価する基準が、うん なんか海外と違う。<ー>で、それでた、た<れ>なんかわかるわかる。それ、なんか、海外だったら、あっ、すごいことやったら、ちゃんと評価して、うん、あこれ、めっちゃ良かったよって、なんか言ってくると思うんだけど、うんうん、日本だったら、そもそも、うん、なんだろうね、その、褒めるってよりも、あの、なんだろうね、でその、なんか、何したかってにもにもよるんだけど、 あ、じゃあそのままでみたいな、結構テンションが低いのと、そもそも褒めない。そうだね。そうだね。で、みんなと違うんだったら、あ、ちょっと、なんか、まあ、よかったな、ちょっとこう、ゆゆくし読めになんかこう、いろんなパターンあると思うんだけど、なんか、自信をつくような褒め方、あの、評価し方は、あんまり見ないなっていう。そうだね。多分、それだと思う。 学校を見るとさ、例えば日本とカナダの学校の違い、うん、まあアメリカでもどこでもいいんですけど、うん、日本、他のアジアの国も一部そうなんですけど、うん、正解か不正解しかないんですよ。ああ、はいはいはい、そこからね。丸かツかなんですよ。な、はいうんだから丸だったら正解でツだったら不正解じゃないですかうん、うんで。常に正解があるから、丸なら丸で、あ、そうだね、丸だから正解だね。うん、はい、終了。 <laughs> だからみんな正解を求めるんですよ。間違えるのが嫌なんですよ。なるほどね。その失敗をそそ<う>恐れてるっていうことだね。そう。うん、それが全部につながってるんですよ。だから英語も喋れないし、間違えるのが怖いから。うんうんで、テストはできるんですよ。覚えるだけだから。そうだね。そうだね。確かに。うん、ABCD を選べるよ。 ABC では選べるんだけど、うん、こう普通に話すときに ABCD ないから選択肢として。そうだね。なんか ABCD だったらゲスも一応こうできるから、うん、その正解はそ、ね、そ <laughs> いいじゃんゲス。<laughs> いいじゃんゲス。許して。<laughs> 推測ね。<laughs> あの、正解は、とりあえずこう、その中にあるから、こう、怖くないっていうか、うん、あのー。そうだね。 4分の1で当たるから、ね。具体化してるっていうか。あるある。で、だいたい ABCD ってさ、文章がすでにあるじゃん。その中の一部を当てるだけじゃん。でも、会話ってね、文章を一から作らなきゃいけないじゃん。そうん。それができないっていうか、やりたくないんだよ。間違えると嫌だから。はいはい。ただ、それをずっとしてないから、ずっと子供の時から。はいはい、できなくなっちゃうんだよ、それもう。 何年もそれに慣れてるから。そうだよね。で、それをじゃあできるようにしてくださいって<の>5年とか6年経ってから言われてもできるわけないんだよ。怖いから。ま,まあ、その、何年も固まってるんだよね、その思考が。そう。それが普通だから。そうんだよう。なるほどね。そうだね。それでずっと。っなると、で、それをみんな繰り返してるだけだから、うん50代の人も、40代の人も、うん、30代の人も。うーん。 で学校、会社が学校みたいになってるところがあるんですよ。えな、な、な、なんていう学校なん会社が普通に学校みたいになるんですよ。だから、<ー>新しく会社に入ったら、マニュアルをもらって、それを覚えて、<ー>その会社での正解を覚えて、間違えないようにする。<ー>で、うん、上司が先生みたいになるんだよ、うん。なるほどね。まあ、形式は変わんないってことだね。そう。確かにね。それで、 それが全体の社会に広がるから、うん,うん、うん、ずっとだから学校状態だよね。まあ、なんかアセンブリーラインみたいな感じでこう、そうだね。平均を作る仕組みだから、日本の時代が。だからそれがものすごく頭のいい人とものすごく頭の悪い人は弾かれちゃう。うんうん、はいはいはい。うん、うん。で、どちらも才能発揮できない。う,ーんうん だからこう、なんだろうね。あの、海外だったら、なんかまあ、なんだろうね。こう、その幅まあ、うん、結構ばらつきある、あるけど、その、うん、それで、その日本は、その幅はあるんだけど、だいたい真ん中か、その両端だけみたいな感じですよね。うん。自然、うん、が、う,うん。ちょっとだけこう、両端から、は、は、もうずれてると、バーンってこう。うん、<の>そう、で、基準の選択肢が、 あんまりないから、うん、じゃあ例えば頭の悪い人とかって何をもって頭が悪いって判断されるのってなるじゃん <laughs>、うん、学校の授業についていけなかったら頭が悪いのかでもそのそういう人たち例えばスポーツができるとかさ何か特技があってさ、うん、輝ける場所があるのに一つしか基準がないから、うん、学力っていう、うんうん、そうだね そうだねで、え、アレクサんどこ大学ですか始まるんだよ。うーん。え、大学どこですかみたいな。なんか全部それに基づいてんだよね。そう。うん、価値判断基準がすごく狭いんですよ。うん、まあ、それ、そうなっちゃうと、そもそもなんか評価も、評価の仕方も狂っちゃうだろうし、うん、その自信もなくなるし。そう,最初からイそうだよね。そう。 だからアレックスさんだからっていうよりも、あ、トロント大学だからねってなっちゃうんだよ。あるね。いや、なんか <laughs>、うん。なんか、それで、なんか、たまに嫌 <laughs> なんだよね。こう、あの、トロント大学。アレックスさんじゃん。アレックスさんトロント大学じゃないじゃん。アレックスさんじゃん。んゃんうん、そうそうそう。いや、だけど、なんか、あの、最近でもあった話で、なんだろうな。えー、なんか、正しい人に出会って、 で,で、大学、トロント大学だっていう友達が言ってくれて、ああ、すごいってなって、まあ、それはそれとして大丈夫だけど、で、もう少しこう、喋って、日本語で。で、あ、やっぱアレックス、日本語うまいねって言ってくれて、もうそれ、まあまあ、全然、その流れで普通、シーズンだったから全然いいんだけど、あの、で、誰かが、いや、やっぱなんかトロント大学違うね、みたいな。 いや、そこじゃないんだよ。<ー>そこはまた、そこだけはちょっと違うなと思って。うん、うん。なんかそこな、な,なぜか、あの、結論的に,になっちゃうとさ。うん、なんか嫌じゃないけど、ちょっとこう引っかかっちゃうっていうか。うん、本人の努力じゃんそ。そう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 ,そう、うんで。そもそも大学じゃないし、人だし。 そうそうそう。こう、なんか、そこでな、なんだろう、日本語のクラスも取ってないし。<laughs> そう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 。んうん。であったのがあって、あの、まあ、やっぱこう、なんだろう、ね、そういうこう、概念にとらわれてるっていうのがあるなっていう、うん、ちょっと気づきになりました。それはあると思う。そうね、なんか、あんまり、海外で、まあ、たまにこう、大学の話とかしてるんですけど、もう少しこう、うん なんだろうね。うん。自慢とか、こう、比べ、比べたりとかはあんまりしないかなっていう。まあ、知ってる人は知ってるんだろうけど、なんか、なんかち、雰囲気は違うんだよね、こう。うん。うん。なんか、例えば。有名なところとかだったりさ、ハーバードだよって言ったら、うん、ああ、そうなのって、確かにそうなるけどさ、うん、別にじゃん。それはもうハーバードだからすごいとかじゃなくて、へーみたいな。 そうそうそう、なんか、あのー、あ、すごいめ、めっちゃいいじゃん、めっちゃいいじゃん、みたいな、こう、それで終わるんだよね、こう。で、例えば、うん、あのー、あんまりこう、知られてない大学だったりとか、あのー、うん、なんだろうね。あのー、みんな知ってるけど、そんなにこう、上、上,上、上の方のこう、あの、ハーバードみたいな大学を行っても、みんながなんか、うん 判断したりとかはしない気がするんだよね、そこは。そう、どっちかっていうとさ、どこに行ったかっていうより何をしたかのが重要視されるじゃん。そうだね、そうだね。うん、そうだからなんか、で、それで何をしたのっていうので、面白い話があったら、ああ、それ面白いねってなるじゃん。そう,そう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 。うん、ただ単にハーバード卒業しましたって、でって。うん。 で、今、ま、それ、それで、それで、それで何してんのみたいなさえ。気になるんだけど、あの、関連してるんだけど、あの、日本の履歴書に、うん、あの、例えば、10年、普通に社会人やってて、うん、で、転職します。うん、その転職先、まあ、その応募してるときに、まだ、あの、学歴を書かないといけないんですか、うん そうだよ。履歴書に、うん。学歴の欄があるからね。学歴、あ<ー>職歴、別であるから。ね、欄はちゃんとあるんだね、うん、そこは。なんか、あるある海外だったら大体、あの、卒業してからあんまり書,書かないこと多いんだよね。まあ自己申告、そもそも履歴書のさ、うん。明確な書式もないじゃん。まあ、それもある。うん。あるから、みん。同じさ、うん。書類を書くわけじゃないじゃんね。 そう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 。うん、顔写真もないしもちろん。うん、そうんそうそれもあるんだよねうそそうだだけどなうかあのそれでもあまりこうあのもう卒業しう何年働いてから,転職したら大体こうそうそうそうたうそ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 うってなってうん、<で>そう、ね、そうそうそういうそ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 うんうんうそうん、うそ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 、ん、うそうそううそうそうう で、仕事、職種によるんじゃない多分。まあまあまあ、研究とかやってるんだったら、もちろん。そうそうそう。そうだけど、あの、まあ、あの、なんだろうね、IT 系だったりとか、あの、まあ、OL や、OL やってる人でもそうだと思うし、ご普通に営業系でもそうだと思うし、まあ、弁護士とかだったらもしかして、書いた方がいいかもしれないですけど。そうだね。まあ、そっち系はもちろんだけど、まあ、なんだろうね。うん。学歴はあんまり重要視されないからね。どっちかっていうとさ、 経験者とししての職歴でしょそう,そうそうそう、そこがあの一番大事だから、だけどなんか、日本での、なんだろうね、決まりはあんまりわかんないから聞いたんだけど、なんか、アリスがまだの残した方がいいなっていう、こう、ちょっとなっ、なんよやっぱ逆に、例えば何も書かないで、うん、その履歴書を例えば提出したら、聞かれると思う。うんうん ちなみに最終学歴を聞かれると思う。うんそうだよね。うん、なんかね、だからそういうところで形式にとらわれてるんですよ。そう、だからアメリカとかさ、<の>カナダとか飛び級できるじゃん。そうだね。そう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 ,そう、うん。それ結構普通だよね。そ<う>普通に大学にさ、小さい子供がいたりする場合があるじゃん。たまに。うん、そ,うそうそうそう、いるね。うん 13歳が大学卒業したって、うこう、うニューズ楽しんでるし。そう,そうそうそう。できるじゃん。うん<あ>。っていう意味で、まあ、常識が違うといえばそれまでなんだけど、うん。で、どっちがいい悪いとかそういう話じゃなくて、うん。なんていうか、もうちょっと広い視点で人を見ないと、うん。うん、なんていうか、 損をする場合が多いような気がするし、本当はこの人ものすごく面白いのに、じゃあ大学がこの大学だからダメな人なのかって、うん、それは違うじゃん。はいはいはい、そうだね。うん。なんか、最初から、なんだろうね。決めつけてるじゃん。うん。あの、ははなんだっけあの、門前払いだっけうん。うん。しちゃうっていうのがあるからね。あるよ、ね、普通にあるからね。<ー>日本の会社のその、うん トップ、うん、と呼ばれるその企業の方ではよく言われてる、うん、本当かどうかわかんないよよく言われてるのがその特定の大学以外は履歴書の時点で弾かれるっていう、うん、はいはいはい、はい、もうなんかフィルターにかかってみたいな淘達されてみたいなあるよね最初からもあるからそもそも話を聞いてもらう機会すらない、うん、そうだね まあ、僕もなんか結構それ通感してて、その最初の方にこう応募した時は、あのー、なんか N、N、JLPT N2 持ってて、で、大体もう応募したと,ところだ、全部 N2 以上だったから、あ<ー>まあその、まあい一応満たしてたけど、うん、毎回、あのー、N1 が一番いいと聞いてるので、N1、うん、しか、 今応募して、なんか、受け付けてないみたいな。で門前払いで。たち大体分かってないからね。うん、そ,うそうそうそう。そうん。ってなったから、なんか、なんだろうね。で、それでもう、一回も話さずに、ダメっていう、こう、会社多かったんで。あるで、オッケ OK って言ってくれた会社は、大体こう、ちゃんとこう、読んで、読んでくれて、で、それあちょっと話そう、みたいな、っていう会社ばっかだったんで、なんか、やっぱね、うん。うん うん、あるよねそういう会社に入れてよかったと思うよ。結構ラッキー。面接にマニュアルがあるんだからね。それは怖いね。本 <laughs> 屋に行ったらさ、面接対策とかいっぱいあるじゃん。面接、うん、これで大丈夫面接みたいなさ、うん、本がいっぱいあるじゃん。うん、だから例えば、面接に行って、ってかそもそも面接自体がみんなでやるものだから、うん 大学卒業したらみんなで就職活動をしてって、うん、で採用の面接があるんだけど、うん、みんな同じ格好をしてそうだみんな同じ質問の受け答えを、ね、本当にだからさっきアレクさんが言った通りそのロボット平均的なロボットでそうだねそうだね完全にこう <laughs> 確かにもうなんか特徴もゼロでうんそう同じ髪と同じ そうだ髪色、ま、もう全部同じ格好全部一緒なんだよね。で、マニュアルの通りの答えしかしないから、うん、結局採用する側も判断基準がないんだよ。みんな同じだから答えが。もう雰囲気で。<laughs> 顔、顔で,<う>顔で選ぶとか。顔もあるよ、うんあ。顔採用は絶対,絶対あ,あるよ。あるよ。うん、あるある。からー。名前とかもあるんだろうね。うん なんか多分採用担当者の気分。そうだよね。最終的には。うん。よくあるよね、そこは。うん、そうだから、うん、なんか、ね。そこは、明確な、その、明確な基準みたいなのはないと思う。うん。そうだそれが差別なのかどうかっていうのは、またそれは別の話になるんだけど。うん。なんていうか、 なんか差別に近いところあるんだろうなと思うんだけどそれはまたこう別だと思うんだよね、うん、こうなんだろうねその判断基準は、うん、もうなんかと前に言ってたとらわれてるこうあのこう考え方、うん、そうで先週も言ったと思うんだけど、うん、全部つながってるから、うん、正解か不正解しかない社会に生きてる以上は面接にも正解があるはずだって思うんですよ、うん そうだね、そうだね。そうだね。うん。そうだね。うん。なんか、カジョーで、オッケーオッケー、チェックポイント、チェックリストみたいな。そう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 。うん。入った時に、入った時に、ちゃんと、なんだろうね、あの、ノックを、なんか、った、とかケー、オッケー、そうそうそう。うん。謎のね。うん。あるからね。 そうまあ、だからなんか今の会社の面接はそういう感じは全然なくてそもそもなんかん、うん、最初に話した人金髪だったし私服だしみたいな。そうそうあなんかで二次面接であの気、ー、になんかちょっと変な人が途中で入ってぶっ飛んだ質問何回もなんかされて全然こう僕がお予想した質問ですと全然なんか あの、ただ友達と話してる感じになってて、うわーみたいななってて、こうこ、違うかもなみたいな、うん、違う、普通の会社,会社と違うなってなって、ちょっとこう、惹かれた分部分があったんですよね。うん。そうね。で、そういう会社がね、増えてるのも、多分事実だと思う。まあ、増えてる。けど、社会的に見ると、うん、え、なんでふざけてるのみたいになっちゃうから。そうだね。 結局、そっちの方がやりやすい会社だったりするわけじゃん。本当は。その、自由に自由な方が。そう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 。あの、採用する側も採用される。そうそうそう。ちゃんと話ができるじゃん。まあ、素でちゃんと話せるから。でも、社会的に言ったら不正解なわけじゃん。そうだから、よくある話は、あの、スタートアップのカルチャーが結構、文化が結構、まあ、行ってんじゃないですか。あの、特にこう、日本で、 まあ始まったばっかって感じなんですけど。うん、そこであの。だいたい最初の方は。あの、まあ自由で、もう海外と全く一緒。こうみんなが普通にこう楽しく。してるし、うん、こう。あの。なんだろう、そういう取説もないし、そういう作る余裕もないしみたいな、もう普通に結構自由な感じなんですけど。それがぶっ壊れる。瞬間。って。わかりますか。うん。うん、上場する時。上場。 するときはもう絶対に、ああ<ー>。これは絶対に、あの、日本の会社にならないといけないっていう、こう、そうそうその、その、投資してる人も、日本<あ>人なわけだし、<laughs> あの、ちゃんとこう、あの、まあ、なんだろうね、昔ながらの会社のような、こう、運営し方しないと、いまずいから、あの、そうなるわけだから、 あのまだもうちょっと足りないよね、だから。そう,そう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 。うん、そ,こそこで結局変えちゃったらさ、認めてるってことじゃん。うん、そ,うそ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 う、だから、上場しないか、上場を自分なりに同じ形を続けて、うん、それでもいいんだったら投資してくれっていう、その自信だよ。そうそうそう。っていうのは、多分今は、その自信は前のように、うあ,のまあない。の社会常識。 はかなりそう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 、うん、それを全部ぶっ壊すってなったらやっぱり難しいしでもちろんね、うん、日本のやり方が日本人に合う部分もやっぱりあるから何でもかんでもね海外と同じようにしろっていうそれは違うと思うんだよ、うん、それはね、うんうん、もちろんただじゃあ何が今自分らの会社の人たちにとっていいかって考えないといけないんだけど考えることはしないんですよ まあ、今までの事例を参考にしてこう。<laughs> そう、うね、それか他の会社がやってるかどうかっていうのを自にして。そうだね。うん、ああ、じゃあ他の会社やってないからうちもやらないとかさ。意味がわからないんだよ、決断の。そうだね。なんか自分の会社一番、まあ前の、ま、さっき最初の話と同じじゃ、うん。自分の会社だから自分, <laughs> <う>自分の状況わかってるのね他の人に委ねてるっていうのが、所詮、うん。 そう。で、他の人たちからこの会社がどう思われるだろうとか、うん、そういうことばっかり考えてるから、前に進まないんだよ。うん、そんなことしてたら。ねね、で、いつの間にか考えることすらやめちゃうんだよ。うん。で、もう、で誰のためにもならない。そ,うん、そう、誰のためにもならないんだよ。だね、みんな居心地が悪いっていうか。うん、で、結局現状維持。そうだね。<laughs> ってなると、本当に優秀な人たち辞めちゃうから、 うん。で、それはもう一回、なんかで、新しいこところに行って、それをこう成長させて、うん、で、ようやく、なんかいい感じになって、うん、上場しようとしちゃって、うん、同じことになって、あ、じゃあ違うとこに行く。そこで変わるか変わらないかっていう話だよね。そうだよね。ああ、なんか。そう。でもやっぱ、り、誰かが動いてくれるっていう文化もあるんですよ。あ、っていうのはまあ、人を、 人間の心理みたいなのはあると思うんだけど、その日本人に限らずね、うんうんあ。誰かがやってくれるよみたいな。例えばさ、何かの実験であったんだよ。目の前で事故があった場合、あなたは救急車を呼びますかああ、ね、っていうので、誰もしないとか、はい、誰かがするだろうと思って、しない。で、それを周りに100人いたら100人がみんなそう思っちゃって、結局誰も救急車呼ばなかったっていう。 あれ,あれじゃん、なんか、あのー、なんか事故が起こっちゃって、で、誰かが、こう、手当て、うん、手当てしてるとすると、その人が、誰か、救急車を呼んで、そうそう、あるあるを言ったら、誰もしないから、うん、か,でらから、うん、からその、そこで一番適切なや、あの、ことは、あなた、うん、こう、定の人にそのの、そうそうそう,そうそうそう、指示を出すのが一番、そうそうそう。 っていう、うあの、なんか、まあ、事件かどうか、あの、実験だったかどうかわかんないけど、なんか、うん、確かに心理的な、なんか授業で習な<う>習なった気がするんだよね、そ <laughs> あれ。うん。それを踏まえて、うん、例えば何か不満があるとか、うん、何か良くしたいとか思ってるんだったら、うん、気づいた人が動くしかないんだよ。誰かが気づいてやるだろうじゃダメなんだよ。そうだよね。そうだよね。自分で動いて変えていかないと、 どうにもなんない。うんうん、待っちゃダメなんだよ。なんか、あの、関係してる気がするんだけど、あの、うん、ちょうど今日あののスラ、あの、会社のスラックそのメッ,センジャメッセンジャーみたいな、うん、あのアプリで、誰かが、うん、えっと、あの、この前の、もうほぼもう全員に、あの、なんか、あの、人事の人だったんだけど、うん、えー、あ、この前の、 あのまあ、みんなの前の会議あったんだけど、なんかあの報告みたいになのあって、の議事録はこちらですって言って、うん、ご参考くださいみたいな、興味あってたの見てくださいって言って、でも、そのリンクを貼るところが空だったんだよね。だからリンクはなくなくて、もうただこう、みんなに押すところなくて。伝えただけね。うん、そうそうそう。で、あの俺、それ見て、あなんかいたほうがいいかなと思って。うんうん で、なんか一瞬こう、いや、でも誰かいるんじゃないと思って、ずっとそのメッセージ見たんだ、見たわけ。うん、で、うん、だんだんそのメッセージのもうスタンプつけれるんじゃないですか。うん、その、うん、あの、リアクションみたいな。うん、で、それをもうだんだん、承知しました、承知しましたみたいな、もう何十件が届か、なんかもう、つけられてリンクがない状態で。リンクがない状態で、<laughs> ずっと見て、<ー>え誰も何も言わないかみたいな、ずっとね <laughs>、なんか2、2、3分でずっと見てて、 これ、なんか、どうしようかなと思って、怒ろうと思ったら、ようやく誰かがコメントに、あれんくないですって言ったんだけど、遅いなっていう、こう、思ってて。そうなんだよ。<laughs> なんか、それじゃないそれ結構、なんか、<う>あ,<の>あるんだよ。そうそうそう、なんか、結構,結構自分だけだけでこう、笑ったっていうことなんだけど。もともとの、多分、なんていうか、 言葉があるから、そのことなかれ主義っていう言葉があって。お、新しい。新しい。ことなかれ主義、うん。ことなかれ主義っていうのがあって、うん、わざわざ自分から何か言わなくても、うん、まあいいやって。うんうん、ああ。その、それこそ、例えばことなかれ主義っていうのがあって、うんうん、例えばアレックスさんが目の前で自転車で転んだとするじゃん。うん。うん、でも私が関わったら、 どうなるかわかんないじゃん。アレックサが助かるかどうかもわかんないし、はいはい、じゃあ何もしないが正解だと思うんだよ。ああ、え、あれじゃない、なんかその失敗しちゃうかもしれない。そう<あ>なことなかれ主義ぎ、<ー>そのなるほど、ね、何もしないのが一番安全だよねっていう、その逃げちゃうんだよねはい、はい。なるほどね。あれ、あの、よくあるじゃん。哲学的なあの、こう、あの、ミ,ミーム。 電車が分岐して、であ,あ,れもあれはまた別な話だけ,、ね、<laughs> <laughs> けど、あ本当に例えば今、アレックさんが何か言ってることが間違っていたとしても何も指摘しない。うんうん、なるほどねあ。それはよくあるよね。問題になると面倒くさいっていうのがあるから、うんうん、心理的に。 なんかこれで自分が指摘したところで自分が正解かどうかもわからないんですよ。うん、そこに自信がないから。あそもそもね。じゃもう誰だ全部誰だよ、うん、そうなんだよ。だからその自転車で例えばアレックスさん転んだとしても自分がアレックスさんを救える自信がないから何もしない。で、他の人がやるだろう。うん、はいはいはい。うん、っていう考え方。だからそんなに時間があるかな電車で。目撃しても。 そうだねそれもあるし、本当にそうかもわからない場合もあるし、わからないんですよ。だから本人が言うしかない。うん、そうだよねでももちろん怖いからうん、言えないこともあるから、うん、そこもフルレンサーなそう。で、実際あれだけ人が乗ってたらさ、わ、うん、かんない場合もあるから、あまあ、意識的に。そうで、誰っていうのもわかんないじゃん、意識、うんうん、的に。 うん、難しいと思うよ。だから関わらない方がいいとか、うん、だからそれで例えばじゃあ自分がそのこの人ですってなった場合、その結果仕事に遅れるとかなったら嫌だなって思う人もいるから何もしないとか。で間違えた、間違えて別の人を例えば言っちゃった場合さ、うんうん、それこそ大問題。 そね、になっちゃうので、それも怖いっていうのがあるから、すべてリスクになっちゃうと、うん、回避する動きが出るんですね。そうだよねで。それを、その回避の、こう、なんだろうね、効、え、果、ー、なんだろうね、反応をうまく使って、そのやってる人がとも分かってそれやってるから、誰もいないとか、怖いとか、単純にそのリスク回避をずっと続けることによって、 うん、関心がなくなるんですよ。まあ無になるない、ね、それが無関心。うんうん、だからいい意味で無関心が機能している場合もあるんですけど、うん、まあ大体の場合多分ね。あそれこそ東京だったらさ、あんだけ人がいるのにね、うん、うまく回ってるのは無関心の部分もあるから、それぞれがもうみんな自由にしてるじゃん。あ 言っちゃうとね、確かにね。うん。うん。確かに <laughs>。そうなんだよ。うん。まあいい、いいところなのが、それ。まあ、なんかだろうね。100%悪いっていうことはないんだよね。まあ、何もかもね。うん。うん。うん。だからなんていうかね、深いんだよ。 問題は。だから、こういう話めちゃくちゃ好きなんだよね。複雑で根が深いんだよね、結構。そう。で文化に染み込んでるから、自分の親もそういう風だったりとかすると、そう教えられちゃうから、子供の時に。そう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 。だから、それを変えそれが正解になっちゃうんだよ。そうだよねお父さんがそう言ってたよって。うん だからそれを変えたいってなったら自分からどれか植え付けられたあの情報、知識、常識をまず解放からの周りにこうしない、んか影響しないといけないとかんかもう無理ですね。いやもう全部つながってるから問題っていうかその 問題もそうだし、いいことも悪いことも全部つながってるので、うん、これがあるからこれができてるっていうのもあるし、うんね、これがあるからこれができてないっていうのもあるんで、うん、結構難しいよ、まあ。そうだね。まあ最初は、うん、最初はもう何やればいいか分かんないと思うの、ねね、で、やらない方がいいと思うと、ね、思うと思う。とりあえずポジティブな。 そう、そっからなんだよ。そ,んすよね、そっからなんだよ。でそれを、ちゃんとできたら、世界を変えれるかもしれないですね。まあ、キングダムハーツハードレスが一個一個つぶします。いや、だってさ、ちょうど見てたから、何 <laughs>、ね、何、最近、キングダムハーツのなんか動画お見てくれたんですか そうですね、前も見たんだけど、なんかね、おすすめにもまた出てきた。おやっぱ、僕との接触で、多分いや、多分あれだよ、きっとあれだよ。あの、闇と光の話に多分 you 反 <laughs> <laughs> YouTube 反応したんだよ。YouTube 反応したんだよ。ずっと、確かにね、闇に落ちた人イコールハーツイコール君のハーツか。話深いよね。 そうめっちゃ深いよ、めっちゃ。うん。光は闇から生まれたんだみたいなさ。そう,そう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 。うん、ねで闇に落ちるとダメになるみたいなさ。うん、うん。そう。だから、あの自分の、ね、心を信じて。ね。そう、うんあれ。それを見始めたら、おすすめがそればっかになっちゃって。素晴らしい。しい最近。 素晴らしい。もう全部見てください、何回も。でこのキャラクター、だからどのキャラクターが悪いとかないんですよ。うん、全員なんか自分のこう正義があって、で、全部それっぽいだし、全員なんかそれなりのこう過去もあってみたいな、結構、うん、そこの曖昧さは多分醍醐味じゃないかな。そう。なんか今日ゼアノートの話を見てたので。うん、マジで。おーおおいや、もうだっ、だ 今の状態だったらもう今の世界を壊すしかないっていう結論ね。<laughs> そうだよね。もう一回作り直すっていう話でしょ、ゼロから。それもね、間違いじゃないもんね。そうだ、まあ、あの、ね、なんか自分の動機があって、それが多分そこの論理にちゃんとかなってるけど、うんまあ、周りからすると、やでやつじゃんってなるけど、自分からこう、うん、なんでしょう。 あの局所的職局的になんだっけまあ、あの、自分から見ると。的にね。うんうん。あの、よくしたいって思ってるんだよね。彼は彼なりに。うん。まあ、それ、そうだね。まあ、あの、アベンジャーズのタノスみたいな。あそうだね。あの、は、もう、全員半分にし,してやろうみたいな。うん、まあ、あ食料問題のためにね。そう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 。 はあるけど、で、周りがなんか間違う、こう、まあ、同期で、理論で、論理で、動いてるわけだから、なんかみんながそれぞれで、なんか面白いよね、そこは。そう、久しぶりに見て。素晴らしい。その、キャラクターそれぞれの、うん。考察みたいなのがあって、YouTube に。ああ、あるね。うん。キャラクターごとうん、そうそう、それ面白いよね。それ<ー>見てて。うん、いいよね。はーって。 そりゃ時間かかるわって開発するのに、そりゃ時間かかるわ。<laughs> そうだよ。<laughs> だよだよこんだけキャラクターが深掘りしていったらさ、うん、適当なことできないじゃん,、うん。そう。でもなんか最初からそのストーリーは何となく分かってたらしいけどね。野村,<え>野村さん。うん、あ、そう,そう。だからすごいよね。まあちょっとだけこう書いたりとかしてたらしいけど、最初からなんかこういう展開になるとか、まあ。 わか,かってたらしい。逆にそうでもなければなんとなくの方向性つかめないよね。うん。まあ、まあ、もしかしてなんか全部わからなかったからこそ、タイムトラブルとかを入れちゃったっていうのもあるかもしれないけど、どうだろうね。全部つながってるからね、ちゃんと。いい感じにね。うん。まあいい感じじゃないけど、多分だ結構ぐちゃぐちゃだけど、いい感じじゃないとは言えないけど。うん。いやつながってばいい。そう。 いうね今日その話しようと思ったんだよ。マジでそうなのそうなのそう。いや、なんでさ、いやなんでさそんなにキングダムハーツが好きなのって聞いたことがないような気がして。おー、確かにね。何が好きなのっていうのはさ、キーブレードが好きっていう以外さ、何がそんなに。深掘りはしないよね、そこ。そう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 。うん。その話をしようと思ったんだよ。じゃあ、来週にしようか、あれ。 いやでも、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 でいでも、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 ても、で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 すでも、でも、ででも、でも、でも、も、で えってなったもん。うん、<laughs> ゲームとかだからってね。うん。ねどうせ、どうせゲームでしょって言い切れなかったもん。もうんそうだよ。そうだよ。すば素晴らしいシリーズなんですよ。まあ、あの気に入ってもらって嬉しいです。また、じゃ教えてください。アクセルとシオンとロクサス全部見てください。そう見た。三人一番好きなの、ね。見たから今日その話しようと思ったね。 えなんか、ポッディキャストだから誰も見れないんだけど、これ見したことあるんだっけあの、こう。見た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 めちゃくちゃ喜んでたじゃん、それ。そう,そうそうそう。それた時あの、マウスパッドね。そう。そうあのマウスパッドがロクサスとアクセルとシオンと、まあ一応リクも入ってるけど。<laughs> うん、そう。うん、か今日、なんとなくそのアレックサの熱意が分かった気がした。うん、おうしい。 じゃあ,あので今日話して、今日なんかそういう話をして、うん、ちょっと深い話をして、うん、ああ、なんかそんな感じなのかなっていうのもなんとなく思った。うん、おおいいね。いいね。いや、じゃあもう、あの、曲もめっちゃいいんで、ここもちょっと聞いてください。あそれはもうずっと聞いてるから。オオオケケーーーーケーオ k ーケーであれば、そう、オーケストラ、吹き替えれば、あれば、ぜひ、言ってください。そうだね。うん、ありがとうございました。